どうも、間さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、大の大冒険の第63話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、新たな必殺技というところで、 ダイがですね、ノバとの特訓の中で、まあ、こう新しい必殺技をですね、思いついたりしていたわけなんですが、あれだけの威力を発揮していながらですね、ダイが気休めっていう風うに言っているところがですね、やっぱり印象的なところではありましたね。また、ノバのオーラブレードをね、こう、まあ、あへし折っただけじゃなくて、 その後ろの木もですね、何十本と切り倒していたわけなんですが、まあ、そういうところにね、こう、技の威力の高さというか、まあ、そういうところが示されているように感じたわけなんですが、まあ、これでもまだまだ完全ではないっていうところがですね、なかなか恐ろしいところではありましたね。まあ、とはいえ、今回、台が編み出した必殺技がですね、 どこまで大魔王バーンに通用するのかわからないわけなんですが、まあ、その前にねこう必殺技のこう詳しい説明というかね、まあ、その辺とかを見てみたいなぁと思うところではありますねそうなんかそういうところを思ったなという感じでしたそれと大と特訓の相手ができるあたりやっぱりねノバも十分に強いんだよなぁ っていう風なことをですね、改めて感じさせられたところではありましたね。まあ、そんなノバがね、まあ、こう、これからの戦いでどんな活躍をするのかっていうところはね、注目しておきたいところではありましたね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、新たな必殺技というところ、終わっておきます。でですね、次。 二つ目の感想に入っていくんですが、習得の儀式というところで、レオナがですね、地下25階で田舎トールを無事に習得することができていたわけなんですが、その時に判明したレオナの心ですね。レオナの心は正義なのはですね、まあ、すごい言われてみれば納得感があったところではありますね。 また、レオナを焼いていた試練の炎ですね。まあ、これはあくまで幻覚で本物の炎ではないっていうところでかなりほっとしたわけなんですが、まあ、それでも試練というからにはですね、やっぱりこうきつそうっていうところがね、まあこうすごいレオナの反応とかを見ていて伝わってきたところではありましたね。あと、レオナが儀式をしている最中はですね、 マームが大半の魔物の相手を引き受けてくれていたわけなんですが、まあそもそもね、一人であれだけの数のモンスターと戦うことが、まあ、モンスターと戦うことができるんだっていう時点で、やっぱりこうマームもすごいよなっていうふうに思わされたところではありますね。まあにしても、レオナが受け継いできたものがですね、間違っていないことを証明するために、 力を求めているんだっていうところは、すごいこう上に立つものとして素晴らしい言葉だったんじゃないかなっていうふうに感じたところではありますね。そういうところで、二つ目の感想である、習得の儀式というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、 マトリフの言葉とというところで、まあ、自分だけアバンの印が光らないっていうことで、まあ、ポップが悩みに悩んでいたわけなんですが、まあ、そんなポップに対してのマトリフの言葉ですね、まあ、これには泣かされてしまったなあというところではありましたね。またポップがですね、まあ、すごくこう環境に恵まれていないっていうことを まあ気にしているのに対して、こう、マトリフがですね、恵まれていればここまでにはなれなかったっていうふうにね、言っていたりしたわけなんですが、すごい、こう、ポップが思っていることと、逆のことを言っていたりするっていうところが、すごく印象的なところではありましたね。でもね、マトリフが、そんなポップの成長を感じてですね、嬉しさを ま、こう、実感していた。まあ、こう、わけなんですが、まあ、すごい嬉しそうにね、していたわけなんですが、なんていうかね、こう持つ親の気持ちっていうものを、マトリフが語っているっていうところで、なんていうかね、ポップのことを我が子のように思っているんだっていうところがね、伝わってきたところではありました。ま、とはいえ、ポップがですね、自分の手の 届かないところに行ってしまうんだなっていう寂しさも同時に感じていたりするっていうところで、まあ、こう本当に何て言うかこう子を持つ親の気持ちを感じてるんじゃないかなっていうところで、まあ、すごく印象に残っているところではありますねそういうところで3つ目の感想であるマトリフの言葉というところ終わっておきます でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はダイが新しい必殺技を生み出したりとか、レオナがミナカトールを習得していたりとか、まあ、すごく順調にですね、みんなが成長していっているっていうところを感じ取れた、まあ、そういうシーンではありましたね。また、ポップとマトリフのやりとりにはですね、 結構泣けてしまうところがあったわけなんですがこの時の話を受けてですねポップが一体何を思っているのかっていうところが気になるところではありますねそれとロンベルクがですね大の剣を新たによみがえらせたっていうふうに言っていたわけなんですが大の剣がですね前よりもさらにかっこよくなっているっていうところが 印象的なシーンではありましたね、まあ、とりあえず次回はですね決戦前夜の話になるみたいだったんですが、まあ、一体どんな感じの話になるのか、まあ、そこがね今から楽しみで仕方がないですというところで今回の「大の大冒険」の第63話の感想ですねこちら終わっておきます。でですね 今までにも第1話から第62話の感想はですねそれぞれ過去の放送で語ってますんでよかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも2本更新しておりまして「先輩がうざい後輩の話」の第11話の感想と「無職転生」の23話の感想ですね この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、大正乙女を解き放しの第12話の感想と、86の21話の感想、そしてですね、劇場版呪術改戦0の感想ですね、この3本更新しますんで、明日もラジオの方聞きに来てください。 というわけで本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。